産額が1位になっております。その牛、豚、鶏を使った新しいご当地グルメを、都城市ではただいま PR しております。のちょっとほど都城市のブースの方でパンフレット等もお配りしておりますので、ご興味のある方はぜひお手に取ってご覧ください。宮崎観光コンベンション協会から PR となりました。